慎太郎強人やん。インポスター。まあ正体キルはしないでやるよ。シリフ弱体化したからね。目立つな。はい、はい、やべえ。やっぱし死に広がるぞこれ。やばいな。マジでめっちゃおもろいなそれ。すごいよこれ。初手脇で重なってる時に僕絶対死にしてもらえる。わかるわ。ね、他の人の死に忘れる。それで名前まで。死したっていう。今見て。キッチンは麺屋さんも湧きそうだけど、よかった、湧かなかった。右側いないのか。慎太郎は源さんと慎太郎は狂人ではないと。ナイス。ああ強いね。いいね。だいぶ進んだんじゃないの？ナイスロックリー。来ました。これは強い。これは強いです。なんかね、プテ君だけじゃなくてみんなスキン変えてるのにプテ君のあれが強すぎてプテ君じゃねえいかへんの。なんか七子さんとか面白いけど。七子どんな？脳みそなってる。脳みそ。ああもう。むき出しです。うん。剣心太郎聞きたいね。いすぎわろ。はい、チェロスケプテハシシンタ。慎太郎強人やん。ああ。でもここ扉だから見えんのかな。どうだろう。どうするタロシン。タロシン強人やないか。うん。通りまさずが。お。ええー。わあ。やば。ハイブリさんをメインホール右側、はい、除染室が出たところで発見です。プテさんほぼ同時だけど、はい、並走して発見、うん、どっからシャワーから、うん、アーカイブシャワーで。エンジン誰ですか。お、あ、エンジン俺です。あ、はい、メインホール3、メホルさんが死体とフジプテ、フジプテ、うん、シャワーに、シャワーと慎太郎トータスかな。石油が多分死体だと思う。違うかな。石油はね、七子さんです。現七子だ。石油は見てたよ。え？見てた。ずっと最後1位になったけど。あ、俺が抜けた。エレキに？エレキが抜けた。ごめんね。結構怪しいなと思ってるのは慎太郎で、シャワーのどこにいたの？結構シャワーにいましたよ、普通に。慎太郎は藤宮の後ろにいたから。うん、藤宮君と慎太郎君いてた。あれ？アーカイブ。あの貨物ぐらいから藤宮君と並走してて、そうそう、貨物ラウンジアーカイブでみんなと合流して最後シャワーで終わってる俺は。うん。じゃあバイタルが死体だな。
おおおお。バイタルなら慎太郎を愛してる。あ、そうだ、ね。右側で見てたよね。あ、あの、慎太郎くん、藤宮くんが来る前に、プテハシさんとかとチェロスケ一緒に見てたと思う。カメラ情報だけ先に出しておきます、はい。すぐなんで、アーカイブで、チェロ、プテ、トータス、ハイの4の。4ついてる。チェロスケと、そう、チェロスケとハイブリは、ここ15秒ぐらいのキルだと思うんだよね。でチェロさんはね、ラウンジ方面に行かれてると記憶してるので、おそらく、高田さんの情報が真ならば、バイタルデッドがチェロスケさんかな。はいはい。ラウンジでも、僕ね、20秒前ぐらいにラウンジ通ったんだけど、チェロスケさんを見てないから。まあ、慎太郎と、あと、メイヤの移動経路は僕は、メインは、じゃどこだ言ったんだっけな。まあ、とにかくメイン、エレキのパチをやったときにプテさん、チェロスケの順ですれ違い、シャワーの、タオルタスクをやって、メイン、エンジンの今、宿舎前のダウンロードしてるところです。OK、うん。右なら結構藤宮は少なくともその、なんだっけ、チェロキルはしてないけど、うん、あ、チェロキルじゃないわ。誰が発見したの？ハイブリさん、ハイブリさん。右だったらトータス慎太郎。あ、多分ね、そう、僕目線はね、うん、藤宮くんがやってないことぐらいしか分かんなくって、その藤宮くんが先に通って、僕がその後、うん、追いかけてる形になってるんで、だからもう少しそれ以外の人のあれを笑ってほしいな。僕、釣られるわけにはいかないんで。トータスさんは自視点だいぶ白。うん、あ、そう。全てのキルに関われてないと思う。あ、アーカイブはね、なんか、一番人が出入りしてたわ。うん、そう、ずっと一緒にいた。うんうんいいね、タロシン。ただこうなるとそうだな。きついな。こっからキッチンは来てこういうのがむずいよね。ただまあ、コミュ合流切られたな。オッケーオッケーオッケー。慎太郎がベントから出てきた。ベントタスクをやったときに慎太郎がベントから今出てきて、そのまま殺しました。ナイス。激アツ。シャワーのベントから出てきたから。はいはい、じゃあ多分右のキルが多分、まあ、ハイブリッジ。ああ違う。まあでもチェロスケはほぼ慎太郎で決まりかな。うん、貨物で合流してるんで診察が。したいなら、まあ、ほぼ慎太郎でいいと思います。じゃあメインのハイブリッド&キル、うん、トータスさん視点でプテさんって今あのアーカイブで合流した時昇降機右から来ませんでしたっけ。ああそうそう、さっきのその前ね。でもね、その前にずっとアーカイブで一緒やったんや。昇降機右へ行って戻ってきたって感じか。一応弁当がワンチャン使えるのかなと思ったけど、まあでも切ったからもう。トータスさんはね、うん、トータスさんはだいぶ無理で、うん、そしたら7ゲーム目が怪しくない？7子さんは白が出せるはずだけど、源さんの白は出せないから。源は展望で停電を直した実績がある。あ、そうね。源さんはね、オッケーオッケー。源さんに関しては俺が見てる。左下にいたことを。はい、高田さんは私を置いていく形で展望が出ていかれて、そうそう、おそらくその後コックピットですよね。そう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 。で、源さんが停電を直せって言ってたんで、で、源さん停電実際直して、うん、展望に置いてってるから俺が。オッケー、そしたら七子さんは武器庫にいて、その後2回目の停電直しセキュリティに向かってるので、七子さんは左から来られてるんですよ。そうそうそう、私セキュリティで見てますカメラで。なので、はい、七子さんはキルできるとしても左側だと思ってください。うん、相川さんが多分左かな。うん、僕視点だと、藤宮と慎太郎がラウンジから貨物ラウンジって並走してきてたって話してたけど、貨物で藤宮が、うん、そう、藤宮がチェロスケ切ってる可能性はあるなと思ってる。俺のバイタル情報を信じるんだったら、左側死体は全くないです。ついてるのが全部右です。まあ、僕はもう、うん、でエンジン1だけなんで、うんうん、左についてるのはもうエンジン1のみだ、あと全部右だから。じゃあまあ。七子さんまでは弾けるかな。あ、七子さんマジで。あの七剣で繋がってない限りは。そう。高田さんの強靭とかはなくていいですか。まあ僕視点はほぼ宮七どっちにしろそこ釣れば終わりかなと。そうっすね。うん、俺は一応メインから何秒ぐらい前だろう。ボタンのまだ20秒前ぐらいにメインは通って。しかもその店舗いただければ従います。まあじゃあ藤宮釣りでいいですか。うん、あ、いや僕視点はだいぶ怪しいけど。藤宮くんいたいや、多分俺しても慎太郎との LINE で。いや、なんで、それ高田七子ゲンだったら終わりますけどってさ、それ。いや、それはない、慎太郎僕は切ってるから、うん、やっぱシェリフゴミだなぁいらねえわ、シェリフはさらっと暴言終わりかな
いやあれはしょうがない。俺がやらかしたわ、これ。ニキルした、まあそう。そう、僕が切られちゃったせいでニキルできなくなっちゃったから。うん、まあまあ、弁当で追い出されるとは思わないかな。うん、うわー、タスクだな。いや、これね、でも弁当で追い出された後に、僕、シェリフの存在を忘れてて、はいはい、また弁当ライト出ちゃったんだよ、俺。はいはいはい。それで着替えたから、あ、そっか、シェリフいいんだと思って。うん、シェリフ強え。人が強気になるのはね。いやー、ナイス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 。いやー、すまん。もう結構終わると思ってたから。まあ、遺言的に確実に藤宮は黒っぽいよね。黒っぽかったよね。だよね。人外だよね。藤宮だったらどっちが切れそうなんですか？どっちかにずっとまとめてはいるでしょ、これ。じゃあ、藤宮かな。僕は慎太郎を見てなくて、そうそうそう、貨物側から慎太郎が飛んできたのかなっていう感じだから、藤宮と僕並走して発見してるから、切ったのが慎太郎。で、藤宮がマットメイトで、並走してきたって嘘ついたのかなって思った。うん、なるほどね。あと、あのエンジンの話で名屋さんが上がってくるんですかね。原産して7個弾けるんだよね。高田さんと私の間に7個さんがいるんで、あ、基本じゃあもう名屋しかできる人物がいないじゃん。俺が偽装してない限りは。二陣街確実に落ちてるから、僕次でも大丈夫だと思います。まあ、ステークも結構進んでるから。で、トータスが切って即レポ。いや、プテトータス二陣街だったらもう、ここで多分、ボタン押す少ないですよ。あ、でもあれか。無理だよね。うん、必要ないと思うから。で、プテさんと藤宮のラインも切れてるから、藤宮陣街で置くんだったら、プテハシトータスは隠し色でいいんじゃないですか。プテトータスに色ありえない。だから、ゲンさん、ナナコさんの、どっちかがクルーメイトなのは確実なんだけど、その二人のなんかその視認情報の誤情報ぐらいしか僕めてはないので、うんうんうん、僕まで落として、ナナコ、ゲンの、二択の精査になると思います。ゲンさんできなそうに見えるんだけど、俺して。でも、どうする？ 6 人一郎で別に、普通に。まあ、タスクでも、まあ、タスクでもいい。俺あと7個の。振らずに進行。あ、そうなんだ。結構な、まあ、7個いけないの？ 7個ですね。やろうと思ったらやれるけど。でも、名役。ただ、エンジンルームに結構長いことついてたと。あ、そう、でもついてた。それは事実。ダウンロードしてて、本当に終わりかけぐらいまで、それは事実てるから。エンジン長えなと思ってたから、したいかなとまで思ったから。僕、結構ね、エンジンルームでダウンロードしてはいたんで。いや、わかる。エンジンは長かった。動きを見てれるかどうかわかんないけど、俺は武器庫にいて、さっき見たように2回目の停電を直してるんですよ。だから、俺がそのエンジンの機能が書かれるとしたら、ベントしかないと思うんだけど、だとしたら、多分剣士が先にコックピットたどり着いてて、見えてると思うんだよね。その死体はエンジンじゃなくて、メインでしょ。あ、メインか。あ、だからどの道も絶対関われないですね。で、じゃあ、メヤさんできない、うん。僕落としまでで。メヤさん釣って、で、ゲンさんエンジン左利きもらっていいですか、じゃあ。トータスさん絶対無理だ。切れないのか、切れないのか、もう切れないのか。もう切れない。僕は一般人だ。そうだ。あと、メヤさんで終わんなかったらトータスさんとかになるんじゃないですかね。シリフ、ゴミだな、マジで。あ、そうなのか。アドミもゴミだな、マジで。ナイスバイトー。お手洗いいきます。はい。あなた巨人か。7だね。俺がやらかしたわ。シェリフの存在を忘れてました、完全に。あ、いたわって思って、シェリフ。強いよな。完全にやれたな。そう、2キルで、2キルで PP いけるかなって。おっしゃってね。え？おっしゃってね。ありがとうございます。カーソルが当たっちゃった。出ました、出ました。カーソルが立ちた。強すぎるで。お茶だけと。あれってさ、その俺がキルされてなかったら、メヤ君とかってもうキルするつもりだった？誰よ？ああ、僕はキルするつもりです。いや、多分藤宮君目線僕のマットメイトがつけてるんだけど、メヤ君目線はどうなんだろうなと思って。うん、でも慎太郎が藤宮かばってて、藤宮が2キルしてるから、うんうん、あの段階で慎太郎目線で藤宮が怪しくならないっていうか、白一緒に動いてるっていうんだったら、僕目線は慎太郎が強靭。ああ、だよなー。これ俺がキルされたのが。だからもう高田さんキルしかねえと思って。なんでさ、慎太郎はさ、出てきたの？忘れてたってこと？いや、もうシェリフを忘れてた、普通に。ああ。じゃあ、なんだと思ったの？その僕が近づいたのは。いや、インポスターなんかなと思って。ああ。よく考えたら、あの、そっか、ベンドツケやってるからインポスターなわけないのに。ちょっと追い出すのが初めてだったから、ね、ね、場面で。あ、慎太郎に、そう、出られちゃったから。びっくりして。あ、ちょっとびっくりして、どういう状況が起きてたんだろう。あそこの中に慎太郎が逃げちゃったら僕殺せないから、あどうしようかなと思ったら、逃げることできたの慎太郎。いや、
と、あの最初10秒ぐらいで慎太郎があの弁当の中から出てきたんですよ。でキルクルまだあと20秒あって、あそうなの。僕は慎太郎から一回逃げたんだけど、いやこれよく考えたら僕の方が弁当入ってたってことはキル殺せれるから、うん、むしろついてたろうと思ったら慎太郎がまたシャワーの弁当に潜んだから何してたろうと思って。なるほどな。誰だろう高田さんか太田さんかな。うん、うん、慎太郎セリフか。うん、俺は逃げる。ひぃあ、怖い。頑張って逃げるしてくれ。あはっ、切られた。シェリフ引きすぎだろ、お前、慎太郎。チェイスの末、藤宮くんをシェリフで切ってます。おお